前の動画で文字式っていうのをやったよね。文字式です。で、この文字式っていうのは何やったかっていうと、ま、あその名前の通り、文字を使った式のこと。え、式の中に文字を入れてあげることで、ま、前はビールとおつまみで話したけど、え、その数とか量の関係がわかりやすくなったり、実際の数字を当てはめた時に、え、どんな風に数が変わっていくのか、こういうのを考えやすくなるんやね。そしたらこの文字式、いきなりやけど、 作っていってしまう。こういうふうに一から五までやねんけど、まずは1から三番ね。一から三番までに書かれている文章の数とか量の関係を文字式で表していってほしいなと思います。まず一番をやってみようか。一番はそんなに難しくないです。一本六十円の鉛筆を X 本買った時の代金。代金っていうのは 払わなあかんお金んな。ま、なので、60円の鉛筆、X 本を買ったら、いくら払わないといけないですかってこと。これわかるかなで、ちょっと文字式、こういうふうに考えてわかりづらいときは、ここの文字の部分に、これポイントで、数字を当てはめてみてください。何でもいいです。ま、例えば3とかにしてみようか。そうすると、1本60円の鉛筆を3本買ったときの代金やろ これいくらになる ?60 円を3本買った時のお金やったら60、6 0る3やな。180円です。これめっちゃ簡単やな。じゃあこれは5やったらどうなるこれ6 0る5やな。300円や。そしたら、X やったらどうなるこうやって考えてみると、ここの式の、かけるの後の部分、かける数にえ本数が当てはまるようになるので、 結局これ6 0かける x なれなここの部分が x にならえなまなので答え代金っていうのは6 0かける x 円になりますこのよとこういうふうにして文字式を考えるときはちょっと実際の数字を当てはめてみるとわかりやすいんじゃないかなと思います で、今ちょっとさらっとここにカッコをつけたんやけど、こういう文字式で表してください。で、単位をつけなあかん問題の時は、カッコをつけるようにしてください。これなんでかって言うと、もしカッコがついてなかったら、こういうことやね。これやったら、60が X 円個あるみたいね。別の言い方をすると、X 円のものが60個あるっていう風に見えちゃうやん。これはそういう意味じゃないよな。60円。 60円の鉛筆を X 本買った時のお金なのでまあここの部分で数字の数の関係を表しますよっていうのははっきりさせるためにここにカッコをつけますよと OK カッコを忘れないようにしてくださいそしたら2番いってみようか2番です2番は1辺が Y センチの正方形の周りの長さは何センチですかうんこれちょっとわからんよね 正方形の周りの長さってなんやねん多分かもしれんけど、ま、正方形じゃなくても、図形やと周りの長さって出てくるやな。そのままです。このいう正方形やったとしたら、周りの長さって、これのことやね周りやな。全部の辺、外側にある辺を足した合計っていうのが、周りの長さになるやね。ってことは、これがもし正方形やったとしたら、 と例えばこの y に今度は四を当たる四やったちょっとあれやなまた三を当てはめてみようか一辺が三センチの正方形の周りの長さやったらどうなるやろこれどういうことかって言ったら正方形は全部辺の長さが一緒なので三三三三ってことだよねそしたら周りの長さはどうなるかっていうと三が四つなので三かける四で十二センチになるやな そしたら、もしこれが5センチやったらどうなるかって言うと、5555、5る4で20センチやろ。そしたら、今、y センチやったとしたらどうなるかって言われたら、ここの部分が変わっていくねな。なので、y センチの部分が4つあるってことやから、y かける4になるやな。まなので、答えは、えー、カッコして y。y かける4 センチメートルですよと。またカッコをつけといてください。大丈夫ですか、ちょっとこれ今、X と Y の書き方、この X と Y とちょっとちゃうように見えるかもしれんけど、まあ、どっちらの書き方をしてもいいです。でも、X は、ちょっと大きく書こうか。こういう風に書いています、Y はこういう風に、英語みたいに書くのが多いかな。先生、学校の先生もそうするのが多いんじゃないかなと思います。 そしたら最後、ちょっと長いけど3番行ってみようか。え、読んでみます。3番は、100円のチョコ2つと、A 遠のジュースを買って、幸せね。500円払った時のお釣り。これはいくらになるか。文字を使った式、文字式で表してくださいってこと。お釣りを考えるので、ちょっと多いから次のページに行こうか。お釣りって当たり前かもしれんけど、引き算やな。ま、例えば500円を持っていましたよと。 で、二百円のものを買ったら、お釣りはって言われたら、五百引く。二百0やね。で、三百円がお釣りやな。引き算やな。ってことは、いくら分買ったか。ここが分かったら、お釣りって出せるよね。今五百円持っているって分かってるんやもやろそしたらいくら分買ったかっていうと、百円のチョコ二つと永遠のジュースを買ってな。百円のチョコ二つっていうのはこれ簡単やね。百円が二個やから、 100円が2個やから 100×2 で200ですよと。で、これとあと永遠のジュースなので、この200円と永遠をそれぞれ500円から引いてあげたりね、買った分の値段を500から引いてあげればお釣りになるはずです。なので式は500引くチョコの分を引いて、ジュースの部分を引いたものです。 まあこれは A が入っているからいくらになるかまだ分からへんけど、これが500円払った時のお釣りになるやな。円ですよと。まあでもこれ500に、まあでもこれ500引く200の部分は数字同士で計算できるので、こう計算しとくと300円ね。まあなので答えは300引く A 円にしてください。OK。計算をできるときは計算しとかなんかね。 まあこういう風にして、例えばここでジュース A 円が、え例えば300円やったらお釣りは0円ね、100円だったらお釣り200円やね、っていう風に数字を当てはめていって、え実際の数字を出したりとか、あとはこの辺の長さをいろいろ変えていくと、周りの長さはどんな風に変わっていくかとか、まあこういう風に文字式を作ると、その数の、その数量の関係っていうのが分かりやすくなるよね。 続けて、この動画に続けて、あと4番と5番についても文字式を作っていきたいと思います。